はようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。はい。失礼します。以前多分バラエティバラエティでちょっと控え室みたいなところで挨拶だけしてっていうで今日初対もうほぼ初めましての状態で、はい、ポスター撮影始まって、はい、で動画撮りますとフリートークですって言われてるんです。はい。おかしいよね、初めましての、ね、一番何話していい か逆になんかそうちょっとで決めといてくれたりとかねしたら、はい、ね、それこそ好きな食べ物は質問し合うコーナーとかあればいいんだけどでも共通点がねあるんですよ、ね、まさかの言っていいんですかこれ。俺は大丈夫だけど大丈夫僕も大丈夫です。あの高校が一緒っていう名古屋の別にその芸能コースとかがあるわけではない普通の高校の普通の高校です。本当になんか芸能やってる人がいるっていうのはお聞きしまして、あとポスターも貼ってあるんですよね。あそう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 、はい、恥ずかしながら学校に、あそれまだ貼ってあったんですか。僕の時は貼ってありました。あそうなんだ。瀬子さんの戦隊ものの共通点はそれっていうことですね。どうですか台本をこうもらって読んでみて。いや正直に言おう、サバイバルじゃないですか、うんうん、現場行ってみないとわからないなっていうのが、うん、そうだよね。なんかとか来て、まあ、説明その状況の説明とかが書かれているんですけど、うん、ちょっと行ってみてその空気を感じてみないとわかんないですよね。想像がつかないよね、うん、だって電車乗っててどっかに飛ばされるなんてことはないからね。ないですからね。まず思ったのがこれ帰り方あるのかなっていう、ね、だって奇跡的にタイムスリップしちゃうわけじゃん、はい、奇跡的にまたもう一回タイムスリップできないとそれ帰れないわけじゃん。帰れないですよね。どうやって帰るのかな、どうやって帰ろうっていうね、はい、聞いてみたいこと。え、じゃあ好きな食べ物何ですか。好きな食べ物、はい、まあ大体肉、魚、野菜、キノコ、あと炭水化物、はい、まあ、大体好きかな。全部ですね。もうほぼ全部好き。何お肉好きです僕。あ肉、はい、何型 B です。僕俺大型。あ大型ですか。あじゃあいいですね。いいの大型。なんか O と B いいらしいですけど。あそうなの。相性どこら辺座ります。俺角がいいな。あの隅、あの壁があるとこ、こう、はいはいはい、まあ、だから基本はこの壁のこのこっち側わかる、はい、立ってさ立ってる方も、そうそう、ここにこの隅にこうやっているかな。でここに柱があって、はい、ここにいるかここにこうやってやってるか。あそっち向きで、うん、であとは携帯ずっといじってるみたいな。どう。僕はどっちかっていうとど真ん中座りたくて、うん、両サイドに人いてほしくないんですよ。ああまあね、そりゃね、はい、今日大丈夫だったポスターめっちゃ密着だった。めっちゃ近かったですね、うん、別に嫌じゃないけど恥ずかしいよね。恥ずかしいです本当に。不思議ですよね。いやでも本当になんか僕はものすごく好青年なイメージで、なんか赤楚くんと一緒なんだよって言って、あいい子だよねって言ってる人が多かったから、もうなんか、あよかったって思ってる。ありがとうございます。楽しんでなんか意見出し合って ね、やれればいいね。ね、だって学校一緒だし。そうですね。もう学校一緒ってだけですごいから。めっちゃ親近感湧きますもん、うん、絶対多分この世界観がちょっとあまりに日常的ではないから、そこをちゃんと現実として視聴者の皆さんに思わせることの方が大変な気はしているから、本当にうまくいけばさ、こういうものの作品ってめっちゃおもろいじゃんってなるけど、だから大当たりか、うん、大当たりかどっちかだと思うこれ本当に。いや今ちょっと見られてプロデューサーさんに今頑張りますよ。はい全力でもちろん、はい頑張ります。4月スタート新金曜ドラマペンディングトレイン、お楽しみに。